今回は、まあ、珍しく電車でございますけどですね、これは霧島といいまして、1995年の運行が開始から787系、783系の導入まで全列車4485系電車で運行されています。当初は霧島エクスプレス内省で緑に塗装された車両が使われていたんですが、2001年に車両が日輪、中華と共通運用になり日輪で着用していた RED 日輪エクスプレス車両と2000年までハウステンボスで使用されていた車両を導入し、HIRIS-HINA&HYUGA 車両で運行されるようになった。2004年に霧島神宮駅、国分寺駅の発車列車が設定された際に車両が不足することから、保留車となっていた3人を塗装とした上、営業運転に復帰した。この形成は、後に国色演出と変更されたが、2010年4月にもって、霧島エクスプレスの鉄道の運行を、まあ、終了したということでね、まあ、それがこの、電車のことですよ。まあ、なかなかこの、日輪のね、この霧島エクスプレスというのも、まあ、またこうかっこよくて、非常にいいなというふうに思う車でね、電車で、車じゃない電車でいいなと思います。で、これはトレーンの、ね、電車でして、こういうふうになっているんですね。今はこれも運行されてない電車なんですけども、なかなかそういったところでも、まあ、時代を感じる電車でございました。どうもありがとうございました。